ダイエットにはね、とても向いているのがこの鶏胸肉になります。何よりですね、本当にこの鶏の胸肉をね、めちゃくちゃジューシーに柔らかくしてくれるのが麹のね、力にはあります。ダイエット最強食材ということでね、やっていきたいと思います。私たちの体はですね、ホルモンも食べたものから作られますし、血液ももちろん、細胞膜ももちろん、もうすべてがですね、食べたものからできていますので、食べないということをすることによって、その材料というのがね、全く入ってこないということになると、体はびっくりしてしまいますので、食べないダイエットっていうのはね、本当に良くないんですよね。でもその中でも何を食べるかっていうのね、私たち自分で選択できますので、体にはしっかり栄養素を与えつつですね、カロリーは抑えたりとか、栄養素がたっぷり含んだものを食べていくかっていうのがね、とっても大切になっていくかなと思いますので、今日はですね、最強ダイエット食材かける麹ということでですね、本当に美味しいし、体にも優しいし、もっともっと食べたくなる魔法の食材のお話をしていきたいと思います。痩せ体質を作る食べるダイエットのルール、そして2つ目のメニューですね、最強ダイエット食材、それはですね、鶏の胸肉でございます。鶏胸肉のですね、下味ですね、の付け方ですね、そして保存方法についてもお伝えしていきます。麹の調味料をですね、この鶏胸肉に使うことでめちゃくちゃ美味しくなりますので、楽しみにしていてください。痩せ体質を作る食べるダイエットのルールということでお伝えしていきます。まず一つ目ですね、お米は食べましょう、ご飯を食べましょうっていうことですね。お米とか糖質とかっていうのを取らないとね、結構痩せやすいかなと思うので、このダイエット方法をね、行く方も多いかなと思うんですけれども、お米はしっかり食べましょうっていうのがですね、結構今言われているところになりますね。お米を取らないことで起きるですね、二つのデメリットについてお話ししていきます。2つ目ですね、糖質はですね、体を動かすための燃料なんですね。不足するとですね、タンパク質が逆に燃えてしまいます。皆さんね、少なからずね、体って動かすと思うんですけれどもね、この糖質が入ってこないとタンパク質がね、燃やされてしまうというところになります。これはですね、筋肉を削ってしまうということになっていてしまって、体の中のね、筋肉というのはですね、基礎代謝というものと大きく関わっていまして、筋肉量が減ることイコール代謝が落ちること、エネルギーのね、使われる部分が少なくなってしまうということになります。そして2つ目ですね、血糖値が下がりっぱなしの状態になります。まあ、糖質抜きダイエットってね、やってる方でずっと一生糖質抜きってなかなか難しいので、限定的にやる方もね、多いかなと思うんですけど、また食べ始めた時のこの血糖値の上がり方が激しいっていうところになってきますね。それが原因でですね、逆に太りやすい体になってしまったり、活性酸素が発生してですね、体を拭きやすくしてしまうというね、原因にもなってしまうと言われています。で、2つ目ですね、タンパク質を取ろうということでですね、タンパク質とても大切な栄養素になります。筋肉はもちろんですね、先ほど言いましたホルモンですね、の材料にもなります。そしてですね、体はですね、筋肉が多い方が基礎代謝が高くなります。基礎代謝というのはですね、寝てても代謝される最低の代謝のエネルギーのことですね。ということでですね、痩せ体質を作るにはタンパク質をしっかり摂ること、筋肉をつけることが大切というふうになります。皆さんはどのくらいのタンパク質日々摂っていらっしゃいますでしょうか。日本人のですね、食事摂取基準2020というね、ものがあるんですけれども、こちらではですね、大人の女性はですね、だいたい摂取量1日 50g と言われてます。1食ね、約15-20g ぐらいを取っていただくと、この 50g 以上に届いていくかなと思います。なので毎食何らかね、タンパク質をしっかり取っていくということがポイントになります。3つ目ですね、ご飯を食べるとき一口目に何を入れるかをとても大切にしていただければと思います。ベジファーストっていうような言葉で聞いたことあるかなと思うんですけれども、まずはね、お野菜から食べましょうとかっていうところになります。野菜を食べることでですね、食物繊維などを最初に取ることができます。そうするとですね、一気に血糖値が上がらないというね、役割があります。消化吸収の速度が遅いというところはですね、血糖値を上げづらいというところになっていきます。空腹時にいきなり糖質をバンで食べるとですね、血糖値が一気に上昇してしまうということになります。そしてですね、血糖値急上昇することによって脂肪もね、食べ込みやすい体になってしまうというところがあります。そうすると体びっくりしてですね、インスリンを出そうという形でですね、また膵臓が疲れてしまったりっていうようなところになってきますし、乱高下があることでね、ストレスがね、かかってしまうということもありますので、まずはですね、一口目、食物繊維たっぷりのものをね、食べていただければと思います。お野菜ももちろんそうですし、海藻類とかもいいですね。
最強ダイエット食材はね、鶏胸肉。とても鶏胸肉はですね、安価に手に入るところもありますので、お財布に優しいなというふうにイメージしている方も多いかなと思います。ダイエットといえばね、鶏胸肉というのは結構浸透してるかなと思うんですけれども、理由っていうのをちょっと見ていきたいと思います。タンパク質が豊富に含まれているというところが特徴になります。タンパク質というのはですね、アミノ酸というもので構成されています。アミノ酸の中にはですね、人間の体で作ることができない必須アミノ酸というのがあるんですね。鶏肉にはですね、この必須アミノ酸というのがね、たっぷりバランスよく含まれているのも特徴と言われています。ビタミンとミネラルもですね、たっぷり含まれているのが鶏の胸肉になります。では続いてですね、鶏の胸肉ともも肉ね、この比較表ちょっとね、栄養素的なもの見ていきたいと思います。カロリーはですね、鶏胸肉の方がやっぱりね、133キロカロリーですね、 100g あたりというところになりますので、もう少しね、食べるかなっていうところかなと思いますので、カロリー的にはもうちょっと大きいですかね。で、鶏もも肉の方を見ていただくと190キロカロリーですね。両方皮付きという風になっています。これを見ていただいてもね、だいぶカロリー違うなと思うかなと思います。そしてタンパク質量はですね、鶏胸肉の方が多くて、まあ、脂質はね、胸肉が少なくてもも肉が多いですね。脂質はですね、カロリーは高くてですね、1g あたりですね、9キロカロリーというところでですね、糖質よりもカロリーが高いというのが特徴としてあります。で、ビタミン B2 はですね、鶏もも肉の方が多いですけれども、ナイアシン、ビタミン B6、パントテン酸もね、含めてですね、全部ですね、胸肉の方が多いという結果になっております。このようにね、比較してみるとですね、鶏胸肉の方がですね、タンパク質量が多くてね、低カロリーというところが分かっていただけたかなと思います。なのでですね、ダイエットにはね、とても向いているのがこの鶏胸肉になります。痩せやすい体を手に入れたいはずがですね、逆方向に走ってしまうというのが、市販のこの鶏ハムとかサラダチキンみたいなものになります。添加物化学調味料が入っていることで、ダイエットという意味でもね、体の健康という意味でも、そこがですね、行きたいところに行けないという状態になるかなと思います。こちらがですね、ローストチキンの裏側ですね。めっちゃ怖いですね。いっぱい入ってますということでですね、ここからはですね、鶏胸肉かける麹が最強だよってお話をさせていただきます。何よりですね、本当にこの鶏の胸肉をね、めちゃくちゃジューシーに柔らかくしてくれるのが麹のね、力にはあります。美味しく食べてね、消化にもいいことで、さらにですね、規定になってね、ダイエットをサポートしてくれます。ダイエットを中断するね、主な原因っていうのはね、やりたいなと思ってもやれないっていうのはですね、家族とのご飯があったりとか、出したこのご飯が美味しいって言ってもらえなかったりとかっていうところがね、もうだったらいいわってなっちゃう方も多いかなと思います。とにかく普通の調味料で調理するよりも、麹で調理した方がめちゃくちゃ美味しくなりますし、消化も優しくて、ダイエットにもなって、お仕事にもなっていくみたいなものがね、この麹の凄さなので、ぜひ感じにいらしていただけたらなと思います。鶏胸肉買ってきていただいたら、皮をね、取った方が好きな方は取っていただいてですね、とりあえず一口大に切っていただければと思います。塩麹につけていただいたり、醤油麹につけていただいたり、醤油麹と甘酒合わせたね、甘じょっぱいタレにね、つけていただいたりすると、照り焼きチキンみたいな感じになったりするので、まあ、その辺もおすすめです。麦の麹がプロテアーゼというですね、酵素を一番出しますので、一番お肉を柔らかくしてくれる効果は強いというところがありますので、麦類のね、塩麹、醤油麹、甘酒もおすすめですので、ぜひぜひやってみていただければと思います。スーパーとかでね、たくさん入ってるの買ってきていただいたら、もうその場でね、今日は仕込むぞと思っていただいて、一口大にもうほんとハサミとかでもいいので切っていただいて、塩麹のみとかでも美味しいですし、塩麹とネギだったりも美味しいですし、玉ねぎ麹と醤油麹とかっていう感じでも美味しいですし、ニンニク麹と何らか塩麹また入れて、甘酒も入れてっていう感じにしていただいても美味しいタレになりますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。この仕込みって大変かなと思うんですけど、麹の調味料を使うとですね、簡単にそれが叶います。切れてるね、お肉とかもありますよね。もうそしたらそれ買ってきても、あと調味料と入れるだけとかだったりしますし、チキンはですね、オーブンで焼いてチキン焼きみたいなのもできますし、あとこうなんか串とかに刺すとね、ちょっと焼き鳥っぽくもなったりとかっていうところもありますし、蒸し煮にしていただくこともできるし、まあめちゃくちゃ本当にいろんなものに使えますので、まあ、調味料いろいろね、まあ、玉ねぎ麹を筆頭にですね、生姜麹とかトマト麹とかいろんな
のやってますので、よかったらそのあたりもね見てみていただければと思います。今日はですね、最強ダイエット食材ということでですね、お話をしていきました。食べるだけでね、どんどん痩せていく、いろんな栄養素がねたっぷり含まれている、麹も一緒に摂ることで消化も良くなってですね、麹にあるビタミンとかミネラルっていうのもねしっかりね摂取することができますし、麦とかね使っていただきますと、麦のねパワーでねますますもっと柔らかくなるというですねところがありますので、ぜひいろんな形でご飯に活用していただければと思います。焼き方はオーブンだったりとか、あとねフライパンでですね揚げ焼きみたいな感じで唐揚げっぽくやるのもおすすめです。チキンの胸肉はねとても美味しいので、その時にフレッシュな油でねぜひやっていただくといいかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こちらね YouTuber ですね専用 LINE 公式があります。こちらでお友達になっていただきますと、調味料の選び方というですね音声をご用意しております。こちらの音声聞いていただくと、日本の調味料ですね、お醤油も味噌もみりんもお酒もお酢もですね全部麹からできているんですけれども、この麹のパワーをね本気で使ったね調味料というのがなかなか買えないというのが現代になっております。こちらをですねどんなものをね選ぶといいのかなっていうお話を調味料の選び方の中ではお話ししてますので、よかったら聞いてみてですね、ご自身のねお家にあります調味料どんなものを選んでるかっていうことをねぜひ見比べていただけたらと思います。よかったらねチャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。素敵な一日をお過ごしください。そして毎日投稿してますので、ぜひ応援してください。何かあればコメント欄どんどんね使っていただければと思いますので、コメント入れてくださいね。ということでですね、また素敵な一日を、また明日、失礼します。